空の城とも称される美観城の歴史は中世まで遡りますが、築城者も含めて詳しいことは分かっていません。1577年、羽柴秀吉の神月城を攻めの際に美観城は戦いを免れ、神月城、福原城が落城されると、美観城主であった別所氏はなすすべなく秀吉に降伏したと伝えられています。やがて播磨52万石を治める池田輝政の甥にあたる義行がこの平福の地を治め、三層の天守を中心とした大改築を5年の年月をかけて行いました。池田義行は天守の建設に加え、各曲輪をすべて石垣で築き、回廊で結んだとされ、別名雲突城の名にふさわしい豪壮な造りだったことが伺えます。後日池田輝政が平福を訪れた際、あまりに素晴らしい広大な城郭天守に驚き、江戸幕府に警戒して天守の破却を命じたとの話もあったようです。本丸周辺からは井戸も発見されており、山城の柱となる水源も十分に確保されていたと思われます。2017年に美観城は国指定史跡に指定されますが、石垣崩落の危険性が極めて高いため、現在は入山途上が一切禁止とされています。それぞれの石垣近くまで観覧できるよう登山道整備の計画が進むことを願うばかりです。池田義行が美観城とともに手掛けた城下町整備は、やがて宿場町平福として変遷を遂げ、今も居城美観城とともに生きる町平福として生き続けています。